えーと今日はですね、東京新聞の記事をまずご紹介したいと思うんですが、在日アメリカ軍の駐留経費、これ、日本側が負担しているのを思いやり予算という言い方をしますが、これについて、財務省がちょっと思いやりしすぎてるよと、もうちょっと少なくしてくださいというふうに求めていることが分かったという記事なんですね。で、思いやり予算の中のアメリカ軍基地施設整備費という、そういう項目と、それからそれとはまた別枠の うん、在日アメリカ軍再編に伴う再編関係経費、まあ、こういう2つの、うん、2> あ,ある種、お財布があるんですけども、この大変が同じ性質なんじゃないかという理由から、うん、まあどっちかこう少なくできるんじゃないかっていうふうに、財務省が防衛省に求めているということなんですね。うんうんうん であの日本とアメリカの両政府は今月の協議でこの思いやり予算え今後5年間も今の水準を維持してだいたい1%ぐらいのやや増やそうという方向で、まあ、合意したということなんですね。で思いいやり予算というのは日本が自主的に この自主的にというのがなかなか難しいところなんですけど日本が自主的にそのアメリカ軍の基地の施設の整備費とか基地の光熱水費、えー、電気代とかあの水道代とかですねそれから従業員の労務費人件費などを負担している費用これを思いやり予算というんですがこの在日アメリカ軍の駐留に関する取り決めを定めた日米地位協定によりますと日本が基地提供の経費つまり、えー、基地を作るまでの お金を持ちましょうとそれからできた暁にはアメリカが基地の維持や作戦に関する経費を持ちますと役割をきっちり分けているんですね。ですから日本がその光熱費とかあるいは人件費を肩代わりする義務はもともと決まりの中にはないないんだけど思いやりですよっていうお金を出していてそれをちょっと増やそうということです。それとはまた別枠で 再編経費というのがあってこれは沖縄などの基地負担軽減を目的に日本とアメリカが2006年に合意した在日アメリカ軍再編ロードマップに基づくアメリカ軍基地のの移転費用ななどの支出なんですつまり沖縄の負担が大きすぎるんでアメリカ軍の一部をその沖縄から出てえ例えばグアムなどに戻す費用をその日本が肩代わりして差し上げましょう。アメリカから 沖縄からら一部出てっててっっっくれるんだったらっていうお金これも一応原則的に日米地位協定に基づくとこの費用も負担する義務はそもそもないわけです日本には。でも両方を持ってると両方をやってると。 それが大部分で同じ目的で重なってますよということなんですね。財務省の指摘通りですと思いやり予算との合計額は2015年度におよそ3,117億円となりまして、これ実は第二次安倍政権が発足してからぐん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 と増えているということなんです。その棒グラフも載ってるんですけどね。はい はいあのー、こうもともとは日米地位協定っていうのが日本とアメリカの間であってね、うん、これはもうずっとこう本当はここを考えなくちゃいけないんだけども動かずにこれはデーンと日米の間には居座ってるわけ、うん、特に沖縄なんかはね制、うん、空権も含めて、えー、いろいろ、うん、あ地位協定には書かれてるね。はいうん、で この思いやり予算っていうのは地位協定に含まれてないからこの日米の地位協定には含まれてないからだから思いいやり予算って名前がついたんだよねこう地域協定地位協定だけでも日本のここをもう変えなくちゃいけないことはたくさんあるのにこれは変えずに現存しといてそれでその上に思いやり予算があってその上に。 もう一つ二段重ねで、あのー、米軍の再編費、はい、そうですね再編関係経費まあガムに移転する時のお金だとか、うん、だから再編のなんかななんだっけ再編の経費、うん、これをこう二段重ねの持ちのようにこう組み合わされてその予算がしかもこの再編に関するお金が増えてる。そうですねはい、はい だからこれは両方とも日米地域協定にはないんだけどなぜか増え続けてるそうです、ね、ダブルで日本の負担が増えているということなんです。で最初この、うんえー、思いやり予算を今後5年間どうするかっていう話し合いではその日本が安全保障法制をしっかり整備することによって、まあ、自衛隊もひょっとしたら海外に出かけるようになるので負担が増えるんで日本の負担が増える分思いやり予算ちょっと 削りたいんですけどって言ったらアメリカはいやいやいやダメダメダメ。アメリカ大変なんだからもっと日本も思いやりを思いやりさをさもっと増やせっての変な話ですけど。なん,ね、なんで向こうからね。思いやってっていう。向こうからのあれなんでね。もうだから考えてみればね。うん、もうはなはらはなから思いやりさんは枠外なはずなんだけど、<ー>それを削っていいですかって言ったら増やしてくださいって言われたっていうのもね。うん、それで現実に増えてると。 まあ、まあそれとはこれは関係ないかもしれないけども、沖縄振興予算は、要求より減額してるんだよね、うん、そうですね、これ、あの前の知事の中山さんの時はそのアメリカの基地をその辺野古に移設することで、国と沖縄が同じ考えだったんで、うんえー、沖縄振興予算を増やしますよっていう話だったんですけど、尾長さんになって、基地の移転、やだって言ったら、ちょっと。 そう要求よりは減っっっちゃったっていうこともあるみたいなんですね、うんうん、まあねまあ協定上そういう義務がないのになぜ増えるかもね、うん、まあちょっと増えていくのも疑問だしね、うん、それから思いやり予算とその上にかぶさった再編費とかねこう重複してる感じなんか重なってる感じしかも増えてるというのはまあ気になるところだけどね、うんうん、どんどん決まってっちゃうのかねこういうのって、うん、もうよくわかんないね。うん